渡辺篤さん、はい、桂三度さん、はい、もう大先輩で、僕と篤さんと綾部さんに一緒にいたんかな、はい、で綾部がお店の前にバイクを止めてたんですよ、うん、で店から僕と綾部とその篤さんが出てきたタイミングで、ホームレスの方が綾部のバイクの前で止まって、綾部のバイクのここにあったタオルを取ってこうやって拭いて戻して歩いていったんですよ。それをたまたま僕ら見て、で綾部がちょ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 みたいになって、ですごいタイミングやな、こんなタイミングあんねやなって言って笑ったんですよ。まあ、その時に篤さんがその白タオルを嗅いだんですよ。僕その時に、あ、この人やっぱすごいと思ったんですよ。もともとすっごい尊敬してるんですけど、そこで嗅げます？僕多分嗅がないんですよ。だからそこのリアリティを確認しに行くところが、僕は物を作る人間としては正しいんちゃうかなみたいな、何か誰かが作ってる作品見たらそれ触って素材を確かめたいとか、うん、なんかそういうことにつながるというか、これはなかなかできひんことをやってる人やなっていうふうに思って勉強になりましたね。ありがとうございますです。100の3、ウズメンバーのこととかですかね、うん、普段言えないで言うと、なんだろうな、小川と、まあ、何人かでご飯食べに行って、うん、でその時にお店についてね、僕がポケットから財布を取り出したんですよ、はい、でそれ、まあ、この財布なんですけど、これはポケットでここをこうすると開くシステムになってて、でここに小銭入ってるんですけど、ポケットでこれちゃんとうまく正しく作られすぎて、こう当たると割とすぐ反応するんですよ。ポケットの中で小銭が散らばってたりすることがあって、でその小銭をこうやってたら、あれっつって小川が、又吉さんその財布私全く同じの使ってますっつって、あ、マジで、へーみたいな。でご飯食べ出して、じゃあ最後デザート食べようかっつって、デザートが全部で5品ぐらいあったんですよ、メニューの中に。又吉さんどうしますかって聞かれて、じゃあ俺その5個の中の1個ね、うん、で何々にするわって言ったら、小川がえっ、めっちゃ驚いて、同じですって言ったんですよ。でも5分の1って一緒になるじゃないですか。この財布が被る方がすごくないですか。これってそんなみんなが使ってる財布じゃないし、被らないですよね。何千何万とある財布の中の割と珍しめの財布が被ったのは、うん、一緒です、いいですよねぐらいで言ってて、5分の1のデザート、え私もですみたいな。いやそれはあるやん、なんで財布はあれぐらいでデザートはそうなんみたいな。この感覚がやっぱ面白いですね。そういうルールというか、自分の考えの枠の外に連れて行ってくれる感じがありますよね。村上健二にインスタントフィクション書いてもらったじゃないですか。健二君見たって聞いたら、見ましたみたいな、面白かったです、ありがとうございますみたいな、なんか取りこぼしてるとこあるって聞いたんですよ、はあ、そしたら、いや思ってもないようないろいろやってくれてたから、うん、十分すぎるんですけど、タイトルのいる、うん、いるっていうタイトルはこのエッセイに乗りたいと思うやつも、雰囲気出してるエッセイストもどこにでもいるっていう意味を持たせてたらしいんですよ。それを聞いてやっぱ面白いなと思って、やっぱこの完全に読むとか読み切るとか、作者が意図したことを汲み取ることがやっぱ読書じゃないって改めて思ったというか、
自分なりの読み方でやっていって、でそれを実はこうやったって聞いて、あ、なるほどな、それもあるなってなる、こういう、まあ、建設的な、さらにどんどんその作品の要素をみんなで読む側が育てていって面白くしていくみたいな、そういう作業ができる数少ない芸人ですね。自分の周りにおる中では、作品、ドラマ、映画、漫画、小説とかそういうものにこう全力で向き合ってちゃんと楽しもうとするやつですね。まあ、俳句も短歌もやってますしね、そういう意味で言うと、まあ、ありがとうですね。なんか今田さんにご飯誘ってもらったり、大吾さんにまあお酒誘ってもらったりみたいな、行くとたまに関町がいるんですよ。そしたら、まあ、今田さんとか大吾さんとかもすごいお世話になってるんで、どんなメンバーでも楽しいんですけど、関町がいるとその普段の芸人仲間の楽しさプラス地元感が出るんです。なんか関町おったら地元に帰ってきたみたいな雰囲気が出るというか、安心感がある。いやいや、多分関町さんもうちょっと欲しいと思いますよ。で、児玉は児玉優しい。どんどんあっさりになっていきますね。児玉なんでしょうね。なんか一時期 LINE とかメールのやり取りするときに違う名前を入れるみたいなことやってたんですよ。まあ、例えばスピーカーホルモンズの里中さん、今日何してますかみたいな。向こうからも全然違う名前とニュアンスで返ってくるんですけど、なんか僕ちょっと修行としてやってたというか、あいつから来るフレーズがやっぱり強いん で、 それでこうだんだん速度が早まっていって、普通に出せるようになってきてやめたんですけど、そうですね。だからそういうのに自然と付き合ってくれる感じはありますね。なんか一時期僕が20代の時とかちょっと憂鬱な時期があったんですかね、今振り返ってみると。で、憂鬱であるがゆえに調子いい時ハメ外すみたいな、わーみたいな、しょうもないギャグめっちゃやるとか、プライベートでわーってやってた時に、あいつは一緒になって僕がやったことをわーとか一緒に二人でやってたんですよ。で、それを児玉は僕が遊びでやってると思ってたらしいんですけど、僕は結構メンタルしんどくて発散するつもりでやってたんですよ。それを後で知った児玉が、お、あれお前わざと やってたんじゃねえのかよ、気持ち悪いなって言われて言ってて、それにある種ナチュラルでこうね、又吉さんのそこにお付き合いできるのが、そうですね、すごいですね。ありがたい存在ですね。22、3ぐらいの時に千原ジュニアさんと、まあ、先輩何人かと一緒にラーメン食べに行ったんですよ。中華そばみたいな、あんまそういう中華そばっていうラーメン食べたことなくて、それまで食べて醤油ラーメンみたいな、あ、美味しいなと思って食べて、最後にその中華そばのそばを食べ終わったスープにジュニアさんが酢をちょっとかけて飲み始めたんですよ。何ですかそれみたいな、いや、この中華のこの醤油のスープにこのお酢が合うねんみたいな、っつってやったらめっちゃうまかったんですよ。確かに味が変わって、それ未だに僕醤油ベースのスープの時にお酢をかけて飲み続けてるんですよ。それをだからありがとうございますっていう、そういうなんか最初に教えてくれたこと全部覚えてません？なんかこの人に教えてもらったとか、それがやっぱ芸人になってから知ったことが結構多いんで、で今僕がそうやってこの40ぐらいになってからやって飲んでるのを見た
30代の後輩とかが何すかそれって、いやこれお酢かけたらさっぱりしてすごい美味しいよって言って、みんなあ本当っすねってことは、そこのラーメン屋さんに一緒に行ってなかったら、もしかしたら僕もタイミングで言ったら30何歳までそれやってないかったかもしれないじゃないですか。って考えたらすごく大きくないですか。ラーメン美味しかったの後の最後のお酢入れたスープをちょっと飲めるっていうこのお得感なるほどはならないですけど、まあ、でもそういうことにも関してですよね。そうですね、サイズのことに関しても納得いってなさそうですね。納得いってないです。納得いってない。高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。